久保さん。ちょっとね、久保さんの動画を見たらね、なんか、次に再生された動画がですね、N 国党のガーシンさんが当選したみたいな、記者会見のなんか、流れまして、すごい時代になりましたね <laughs>。<laughs> まあ、やっぱ立花さんも頭切れますね。まあ、その、戦略通りというか、どれだけ票が集まる、集まるから、こうなるっていう、その、 絵の通りになったっぽいですね。いや、でも時代が変わりましたね。今回は拳でいきましょう。選挙。今日にしましょうか。下から上へ上げる。上がる、こぞる、今日。上げあ、選挙、上げる、上げてっていう。あれなんかそう。すごいっすね。だからもう、 あれじゃないですか。このなんすかね。うん。多分、まあ僕、ね、おそらくなんですけど、まあ見てないんでわかんないですけど、ガ,ガーシーさんって、街頭演説してないと思うんですよ。わかんないですけど、すみません。見してたらすみませんけれど。でも基本的に、まあ、 YouTube でバズって、まあインターネットで発信してね。っていうところが、まあ、起点なわけじゃないですか。で、まあ、あのー、今回安倍さんが街頭演説の時にこう、ね、あの、暗殺されるっていう、すごい、この、事件になりましたけども、まあ安倍さんのその選挙活動は、なんかその、手をね、あの、一人一人に手をこう、つないで、 あの、泥臭く、こうやっていくっていう、うん、選挙活動。で、一本、YouTube でガンガン発信するっていう。まあ、立花さんもそうでしたけどね。うん。どっちがリアルなんでしょうね。<laughs> どっちがリアルなんでしょうね。で、僕が思うのはもう、インターネットの方がリアルなんじゃないかなと思うんですよ。 まあこれはもう、け、結果としてもう出ちゃったしね、当選したっていうこの結果も出ちゃってるし、うーん、まあどっちの方がリアルなのかっていう、インターネットな、だからか、あの、インターネットが今、今はリアルはどこにあるのかっていう、ネットの、ネットにあるのかなっていう。うん、だから逆に、現実世界で頑張、頑張る、 よりネットで頑張った方が、まあ、いいんじゃないかなっていうところですね。まあ、これは時代の流れだと思うんで、久保さんも麻雀店で頑張ってたら、今の生活はないと思うんで、そのリアルですね。そリアル店舗でこう頑張ってて、まあ、じゃあ麻雀店がダメだから喫茶店やるかっつってね、喫茶店やってたらどうなんですかね。うん。まあ僕も、あの、昨日かな一昨日かな あの、メンバーシップのね、勤務研究所のライブをやってて、まあメンバーの人とこうお話をしてて、なんかその、まあメンバーの方にね、言われたのが、いや、吉谷さんは別にそのリアルでこうやってても、なんかその、仕事できるから、なんか、なんかし、しなんか出世するというかね、なんかその、 うん、なんか上に行ってたんじゃないかとか、なんかそんな感じで言われたんですけど、いや、そんなことはないと。<laughs> それはないっすね、みたいなうん。僕はネットがあったからであって、その、うん確かに、まあ、リアルの方でも、まあ、仕事は頑張るだろうけれども、うん、こういう生活を手に入れるってことは、まあ、無理だったでしょうね。うんそう。 からまあ、やっぱり、どこで手を挙げるかって大事じゃないですか、どこで戦うかっていうのが。うん、これからの戦い方、あの手の挙げ方っていうのは、うん、大きく変わりますよね、もう変わってるんですけどね。うん、で、なんかね、そのガーシーさん,の,なんかそのコメントの中で、 そのなあちょっとかなんか文章が書いてあったんですけどねうんとね、うん、これか。 ガーシー氏。NHK に出てほっとしました。本当に疑心暗鬼の中気づいた立場さんについてきてよかったと。視聴者や国民の皆さんが本当のことを言っていると信じてくれた。俺の力は本当に何もない。こっから先がやること。こっからがスタート。みんな見ておいてください。国会で寝てるおっさんを起こしますから。関西弁バリバリで言いますから。我々、いろいろな企業家がゲ能を覚悟してください。やっと選挙終わったからこっちから行きますよと。 そう110円から、だから100、借金を抱えて110円しかなかったけど、ここまで上り詰めたみたいなね。<laughs> そんな、このエ、え、NNN ニュースチャンネルのやつですね。ANN か。ANN の YouTube のニュースチャンネルなんですけど、これ、1時間前ぐらいにアップされてますね。うん。 すごいっすね。借金まみれで110円しかなかったのに。YouTube で何千万も、もう,う YouTube でね、もう相当稼いで国会議員になっちゃうってね。何なんでしょうね。でも、まあ、この見解、このあれを見ると、力はないけど、本当のことをネットで発信したら、それだけでこうなったみたいな だかいかになんかその、うん、今、時代の流れがどうなのかっていうのが垣間見れますよね。だ久保さんと僕が、あの、こうやってその発信して、こう商品こう買っていただける理由って、まあいろいろな要素はあるんだけども、多分、正直に素直にやってるっていうところは結構多いと思いますよ。まあ再生数はね、ガーシーさんみたいにその伸びないですけども、あんだけは伸びないですけども、 まあ、単純にその、まあ、本当のことを言ってるっていうね。素直に。<laughs> 素直に本当のことを言って、で、やってるってことしたい <laughs> うん、だからそこに信用信頼が生まれてるんじゃないかなと思いますし、うーん、まあ、あ情報がたくさん増えたことによって、まあ、いろんな情報があります。だけど、うん、やっぱり結局はその、 ちゃんと本当に本気で言ってくれる本当のことを言ってくれる人ってはなんか、うん、これからは支持されるんじゃないかなと。まあガーシーさんが言ってることが全部本当なのかどうなのかはわからないですけど、わからないですけども、まあ結果がもう出てる以上、うん、まあそもそも暴露系 YouTuber っていうのが、 暴露したものがほん本当のことじゃないと、ちょっと危ういじゃないですか。その後足元救われると思うんですよ。<laughs> その再生数稼ぐために、暴露って言っときながら全部嘘みたいだね。<laughs> そうしたら多分そ、それがバレた時の大炎上は半端ないと思うんですよね。うんそうまあでも今後ね、多分ね、おそらくなんですけど、暴露系 YouTuber っつって再生数稼ぐために嘘を言う人も <laughs>、 出てくうんまあ何が本当で何が正解なのか分かんないですけどまあ僕は地道にコツコツあの動画を撮るだけですねいってらっしゃって。